皆さんこんにちは。今回は、よくどのオーダー引けばいいですかっていう質問が来るんですが、本当にいいオーダーが来たのでちょっと紹介していこうかと思います。この雨上がりの日差しオーダー、これの雨上がりの散歩シリカが本当にいいスキルなんで、これから始めようと思っている人や、始めたばかりの人はこのスキル狙った方がいいです。マジで人権スキルって言いたくなるぐらい効果がすごくて、シリカとかリズベットのスキル、あとエギルかとか、いろいろソードスキルとかアビリティにセットしていくごとに効果がどんどん追加されていくような感じで、すでにこういう有名スキル、夜空に咲く青バラキリトっていうのがあるんですけど、これも、パワーライズさんとダークコンバージョンっていう効果が同じなんですが、これも同じセット内に装備しているこのスキルのキャラによって効果が変わるんですけど、これもアスナとかシノンとか装備していくごとに効果が追加されていく感じで、これも同じようなテキストなんですよ。同じセット内に装備しているスキルレコードにより効果が変わるって書いてあるんですけど、これも同じセット内に装備しているスキルレコードにより効果が変わるって書いてあるんで、どんどん効果が追加されていくと。でこのシリカ2枚以上装備して、このスキル自体がシリカなんで、もう1枚シリカ装備したら 25% 攻撃力が上がるんですが、さっき言ったこっちの夜空に咲く青バラキリトは死の1枚で攻撃力が 20% 上昇なんですよ。シリカの方 25% なんで、ちょっと 5% 多いですね。5% といえばこの覚醒効果の非戦、これが攻撃力 5% 上昇なんで、これの分ちょっと上っていう感じではありますね。そんな変わらないとは思うんですが、ただでさえこのダークコンバージョンってやつが闇属性使うときに強いんですけど、それに加えてこのシリカ3枚の時ですね、さらにもう1枚シリカ追加した時に残属性の弱点ダメージが 15% 上昇とか、リズベット1枚装備するだけでこのスキル威力 200% 上がるっていうのは、これもめちゃくちゃ強いんですが、さらにもう1枚リズベットを追加すると、打属性弱点ダメージ 15% っていうのがあって、これがものすごく強いですね。残属性武器、残属性の攻撃するときとか打属性の攻撃するときに、こういうそのリズベットとかシリカを加えたスキル編成にすれば、最悪そのシリカとかリズベット入れるためにやっぱソードスキル使用枠開けたいのでコネクトスキル使ったりとか、そういう場面もあるかもしれないですね。基本的にリズベットといえば片手コーンだと思うんですけど、斧にもね、たまにこういうリズベットのスキルがあったりとかあって、満たせる場面もあるといえばありますね。ただやっぱりそのこれ当てた時にそのシリカとかリズベットのスキルないよって、あんま持ってないよっていう人もいると思うんですけど、とりあえずこれ当てて、少しずつ集めていくっていうのもいいと思うんで、とにかくこれ本当にそのキャラ指定条件ね、こうシリカ1枚満たすだけでも十分強いと思うし、リズベット1枚とかもね入れたいけど、とにかくこれ本当にパワーライズってだけで始めたての人はすごくいいんで、てか始めたての人じゃなくてもこれ欲しくなりますね。それくらい強いと思います。あとは始めたての人は特にそのパワーライズのシリカ当たんなかったとしても、この片手直剣のモッドスキルも入っているんで、キリト3枚以上っていう発動条件はあるんですが、これ片手直剣のスキルなんで、片手直径にキリトが多いので、3枚以上っていうのも、なんとか満たせるかなみたいな感じがあって、でなんといってもこれステップ5式なんですよ。でステップ5まで行くと、このピックアップっていうこのいわば看板スキルですね、この4つのうちどれかが当たるんですよ。このステップ5まで行くと、4枚それぞれ 25% になって、どれかしら当たるっていう感じなんで、これが本当に一番いいというか、そのスキルを狙いたい時ですね、一番いいステップ方式なので、で個人的に俺これも欲しいんですよね。なんか効果がすごく強そうで、勇気2枚以上っていう発動条件はあるんですが、闇ダメージ 50%、100%、150% 上昇って、この矢印いろいろついてますけど、これはコネクトスキルって言って、他のスキルを連結させていって、でこのスキル発動するとその連結したやつがどんどん連続で発動されていくってやつなんですけど、
まあ、これね片手再建突属性武器なんで、まあ、突属性のみで使用するっていうのを考えると思うんですけど、まあ、例えば片手再建の残属性闇属性で調べたらこういうのが出てきたんで、まあ、もしかしたら3連結目にこういうの入れたら、まあ、遊べるんじゃないかみたいなまあガチでやるかどうかまあガチではやらないと思うんですけど、こういうのはなんかまあ面白いなとは思いましたね。残属性でやっちゃうっていう。一応この闇属性ダメージが上がるとは書いてあって、残属性じゃダメとかは書いてないんで、まあそういう遊びもできるかなとは思いましたが、まあ基本的に突属性武器だと思いますね。やっぱまあ俺が持ってるのだとこういう突属性闇属性片手再建モッドスキルですね。これだと残属性の敵に攻撃力が1500上昇っていう効果があるんで、まあこの残属性の敵にってその突属性が弱点の敵にって意味なんですけど、まあこれモッドスキルなんで、まあモッドとして使いたいみたいなのはあるんですけど、まあこういうのも3連結目とかにつけてもしかしたら強いかもしれないですね。まあこういう片手再建のあのコネクトチェーンね、こういうタイプのやつは使ったことないんで、この攻撃めっちゃ上がるよとかダメージめっちゃ上がるよみたいな、もういかにも強そうですけどね。実際この3連結目まで行ったら、これ例えばこの3連結目で攻撃力5000上昇の闇ダメ 150% じゃないですか。これって今言ったこれに、まあ、何かしらそのモッド素材つけたとしても、その攻撃力5000とか闇ダメ 150% とかまで届かないと思うんですよ、効果の強さ的に。おそらくこれを3連結目に入れた方がダメージ出るんじゃないかってなんとなく、もうおそらくね、で本当に使ったことないんでわかんないんですけど、効果の強さ的にもしかしたら3連結目のが強いんじゃないかなっていう。ただまあ勇気2枚以上ってきついんですけどね。あとこれもね、あの闇属性のパイルバフ弓のやつですけど、まあ相当あの強い人じゃないと使わないと思うんですけど、94層ダンジョンボスとかね、弓で行くときに使えそうだし、スイッチゲージね94、これ一発当てるだけで上がるのですごくいいですね。まあこのシャドーボルトって、このボルトっていう攻撃モーションどうだったかちょっと覚えてないんですけど、ちょっと把握してないんですが、あって損はないスキルですね。ただまあ闇属性が強くなるっていうだけの、まあそれだけってわけじゃないですけど、そのスイッチゲージ増加量が多いとかあるんで、まあアクセルスキルでもあるしねっていうのがあるし、まあ裏セット弓にして、なんか表セット闇使うと、いやでも裏セット弓にすることないか、まあすいませんちょっとごちゃごちゃ言っちゃったんですけど、まあとにかくあって損はないスキルではあるんで、これねほんとね、ほぼほぼね外れがないような気がするので、これステップ5式だしすごくいいと思います。まず本当にあの始めたてで、まずあのこれをリセマラで当てた方がいいんじゃないかっていうぐらいですね。なかなかそのパワーライズ3で覚醒で、なんかキャラ指定条件、例えば同じキャラアリス3枚とかそういうの要求してくるっていうわけでもないんで、まあシリカ1枚最悪もう1枚ね入れればなんとかなるといえばなんとかなるので、残属性弱点ダメつけたいんだったら、まあなんか探検が満たしやすいのかなっていうのもあるし、このリズベットを2枚以上満たして打属性弱点ダメ上げたいっていうんだったら、なんか片手コンが良さげな感じはしますけど、まあそういうの考えなくてももう本当にあの思考停止で引きたいっていうぐらいですね。始めたての人は、あの始めたてだとそのストーリーある程度進めて、まあジェム取れるんで、まあ今ストーリーねスキップ機能があるんで、そのストーリーが気になってあの先に見ちゃったら嫌だっていう人もいると思うんですけど、リセマラしてる時にね、けどまあ飛ばせるんで、でまああとはあの常設イベントでもうストーリーあって、まあ、ジェムが取れてって感じで、そんな強くないんでね、常設イベントも本当に始めたてでもなんとか倒せる感じだと思うし、あとは掲示板とかね、まあいろいろそのジェム取れるんですよ。そのオーダー引いてるうちにその実績達成でジェムがもらえたりするんで、もうこのアルカナジェム1250とかさらに2500とか溜まった時点でもうどんどん引いちゃっていけば、まあ実績達成で少しずつジェムがもらえるんでいいんじゃないかなって思うんで、まあそういう風にジェム貯めてステップ5まで行って、で引いて出なかったらまあリセット
まあ、もしくはアカウント連携して残しておいてからリセットみたいな感じですね。それがすごくいいんじゃないでしょうか。普通のリセマラよりは楽なんじゃないかなって思います。ちょっと遠回りなように思えるけど。あとはね、やっぱね、このステップ3式は本当に狙いづらくて、アルカナジェム、この課金石ですね、これ3万とか、まあ、それ以上持ってて、その本当4種とか5種しても、まあ、来るかどうか分かんないくらいなんですよね、この、あのピックアップっていうこの看板スキルですね。だから始めたての人にはちょっとおすすめしづらいというか、かなりできないんですが、まあ、この勇気バースデーオーダーはね、ステップ3までいけば、まあ、勇気1枚確定っていうか書いてあるんですけど、まあ、これステップ3まで行くとこの看板スキル、この勇気2枚が、まあ、どっちとも 25% なので、これ引きではあると思うし、これ片手直剣使う場合にすごくいい効果、これ特にこれですね、これあの闘魂ブローより強いと言っても過言ではない。まあ、リズベット条件満たすために闘魂ブローとか入れると思うんですけど、さらにこれ覚醒スキルで、しかもアドバンストルーパー4っていう効果もついてるんで、これすごくいいんですけど、まあ、こっちもすごく強いんですけど、まあ、2番目にこれですね。だからどのオーダー引けばいいですかっていう質問する人に対しては、まあ、まず本当にこれですね、これで、次にこれですね、今出てるオーダーの中ですよ。でこの動画撮ってる日は6月1日なんですけど、あと4日ですね、6月5日にアルゴバースデーオーダーが来るんで、まあもしそのアルゴバースデーでいいスキルあったら、まあそっちも候補ですね。あ、でもこれはもう今日で終わっちゃうのか、6月1日って書いてありますね。勇気バースデーは、まあ、この動画出す頃には終わってるかもしれないんですけど、まあ6月5日のアルゴバースデー、まあめちゃくちゃ課金できる人はそれで、まあ作詞アルゴとか、まあ、当てるのもいいと思うんですけど、まあ始めたての人はそのスタートダッシュステップアップオーダーっていうのがめちゃくちゃ良心的になったんで、まあ後で動画また出そうと思うんですが、それをね優先して引きたいけど、まあまずはこっちでステップ5まで行って、このシリカ当てたらもうあとはその良心的になったスタートダッシュステップアップオーダーを始めてから72時間以内、まあ3日以内ですねに、もうとことん引きまくる。とにかくストーリー進めまくって、まあ、さっき言ったように常設イベントとか掲示板とかやりまくって、まあ、GM 貯めて、もういけるところまで引くみたいなのがいいと思います。まずはこれですね。本当にこれいいと思います。まあ、以上で、まあ、今期のオーダー、どれがいいかみたいな話を終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた。